まずはしっかりとした自分たちのこのシステムを保ちながら守備ができるかどうかなんですけれども、増やすってことはやってくると思うんですけども、そうなった時のサイドバックが開けたカウンターケアもそうですし、どういうもんだ、多分知らないかもしれない、知らないもんですね前半45分がスタートしました。まあ、ちょっとマリ戦でミスはありましたけれども、下を向いている時間はないんだと、そういうふうに話をしてくれました。山田浩輝が行く、大きなクリア、トゥーリオアウトで、豊川抜ける、豊川だ、フラッグ上がらない。感じも手で上げてましたけれどもね、どうでしょうか。これ今リプレイ見ましたけど、かなり微妙でしたね。宮原がこの残ってると言いますか、少し後ろにいましたが、はい、その宮原のラインと飛び出した豊川のこの位置ですよね、はい、今このリプレイの画面で見るとかなり微妙な位置だった印象があります。しっかりと相手の状況を見極めていたと思います。おっと、このパスがちょっとずれて京都が拾う。原田一枚向いた、左足打ってくる、マルコトゥリオ仕掛け、切り返す、もう一度切り返して、もう外、逆サイド、山田豪輝です。あ、よく戻りましたね、山田豪輝。手柄なんですけれども、バネがあります、うんうん、豊川のところ胸コントロール、豊川優太、ゴラッソ、すごいボレーが来ました。すごいのが来ました、本当に向かい点でしたね、ほぼ突き刺さりました。京都サンガ先制です。まあ、ロングボールに対して少しやっぱラインが下がってしまったかなというところですかね。まあ、トゥーリオがいる、原がいるということが、はい、その後やっぱ落ちた時に次は上げる作業ですね、はい、原のクロス、松田天満、原太一追加点、立て続け、京都さんが追加点、出しましたね。このクリアの後ですね、原太一のこのランニングですか、狭いスペース、3回フェイク入れた、ファーサイド谷口折り返す、こぼれてチャンスになった、こぼれ、染める、ファール、深澤のシュートがポストでした。背後があるよってことはやっぱりちゃんと見せておくことが大事ですね。原太一、トゥーリオ入れ替った、マルコ・トゥーリオ一人外す、トゥーリオだ、松田のキック、速いボールでした。ここで前半終了です。0対2アウェーの京都リードで前半が終了しています。坪井さん、前半の印象を教えてください。隙間あたりを探していくのか、稲見が中盤入ってますかね。そうですね、はい、そこに入ってます、はい、染めの一撃、わずかに左、いやー、マルコトゥーリオ、斉藤光介、2タッチ目落として、ミキ左足のシュート、そういう形ですね、はい、スペースに山見、切り返した、山見行く、福田とのところ、PK、山見の仕掛け、決めました、冷静、1点差です、ベルディ、拾う、南、森田浩輝だ、ブロックした。前線へ綱島、回っています、綱島、セリカッター、斉藤光介フリーだ、斉藤中へ、染めの追いつきだ、追いついたベルディ、斉藤光介見事なラストパス、飛び込んだ9番、今日2点目、染めの合わない、ここで試合終了、結局2対2引き分けです。
機能するためにサイド攻撃というところをどれだけ有効に活用できるかというところに、今日は横の部分ですよね、横の部分のスペースを狙っていく、背後のスペースを狙っていくというのがポイントになってくると思いますね。前半の45分のスタートです。まずは後方に戻して左に長いボールで前進しますガンバです。弾いていくのが広島満田誠、次のチャンスもガンバ、宇佐美のプレラマー振っていきました宇佐美隆。いや今のテクニックありましたね、左に広げて東の鋭いボール、山田高い位置で取りました広島、中野の右足、ナイスキーパー一森、セカンドの反応佐々木です。笛が鳴りました。お、鳴ってない、プレオン失礼。大橋から角度変えた松本大志の右足だ、ここも一森、おっとポスト直撃、入ってない、いやここも一森選手よく防ぎましたけど、まあ、この後ね河村選手が非常にいいボールで、ああ、うん、入ってない、答えありますね、ありますね。ここで前半終了の笛です。サンフレッチェ広島対ガンバ大阪、両チーム決定機を作りました前半です。解説梶井明さん、後半の45分のスタートです。まずは戻してセンターバックの荒木です。荒木から塩谷、塩谷は右を使う大橋です。冷静ですね、落ち着いてましたね、蹴るとこ見えてましたね。縦に行って東のクロス、ポストこぼれて松本、これはまあクロスだとは思うんですけどね、そうですよね、まあ、ここもしっかりと最後こぼれ松本選手詰めてましたし、まあ、これがね丁寧につなぎます、中に入っていく、いや、まあ、角度を変えて、うん、縦を取った3列目から松本のクロスにヤサイドヘディング、大橋はポスト、ね、最高ですよね、ここサイドで持った中野選手カットインしながら、これまたこのスペース取りに行きますからね松本選手、このクロスも完璧にニアでしっかりとね大橋選手混んでますから、この形はね鉄板ですし、今のはそしてサイド中野に代わって新潟からの電撃移籍、広島のデビュー戦です、新井直人が入ります。いやうまい、うまい、ネタラビ右から行く、中は2枚ウェルトンと山田、逆サイドこぼれてウェルトン、ブラジリアンウェルトンが取りました。ガンバここにハードワーク入ってますからね、いやそうですね、なかなかできることではないと思いますね、さて追いかける広島、新井だ、新井の左足、うおー、信じられない左足だ、スーパー、とんでもないゴラッソ、広島のデビュー戦、いやー素晴らしい、交代直後左足一振り、新井直人、新井直人がやりました、同点、ありますね、まあ、ここも左からの、ね、作りで、まあ、うまく東選手が、ね、抜け出して、まあ、ここを、ね、なんとか残しながら、いやここで打ってくるかっていうようなこのタイミング、まあ、両利き、まあ、右も左も遜色なく蹴れるんですけども、この左足のシュートのこの。まあ、振りの小さとコンパクトにしっかりとこの、ね、スピードも出せる、このコースもいいっていうところで、少し一森選手反応遅れましたよね、いやびっくりしました、新井のサイドチェンジ、左足でさばきます。さあドリブルがあります、大原左斜め45度シザース切り返す、大原の左足だ、ここで試合終了の笛です。激闘でした、先制はガンバ、ウェルトン J 初ゴール、追いついた広島。
松橋監督もボールを回すことがゴールではない、得点を取ることが全てだというふうに話しました。少し新潟の方が持つ時間が間違いなく長くなると思いますし、我慢しながら良い守備から良い攻撃っていうところが新潟対柏の一戦、今前半45分のキックオフです。センターバックの千葉からボランチの秋山、ちょっと変化を加えてきました。長いボールを送っていきます。ここにサイドバックのジエゴ、真ん中に入れます。細谷の落とし、スペースに抜け出した、マテウス・サビオ狙った、惜しい。決定的なチャンスを作っていったのがアウェイチームの柏です。惜しかったですね、はい、182センチの13番犬飼なども待ち構えます。変化を加えてきました。近いところ33番の白井です。もう一度マテウス・サビオ上げてきて、真ん中、ゴールキーパー小島の守備です。よく触りましたね。ナイスセーブがありました。マテウス・サビオが行きます。高木のところジエゴが強く行った。まだ新潟ボール、中には2枚います。藤原が侵入した、上げた、逆サイド堀米狙った、左足でのフリーフィニッシュでした。180センチ、木下もファーサイドに待ちます。フリーの選手がいた、右足狙った、これは逆までボールが返りました。まだ中に選手はいます。中央合わせた、15番の木下でしょうか。アウェーチームの柏が先制です。マテウス・サビオのクロス、真ん中で押し込んだのは今シーズン初先発の木下です。早速起用に応えました。プレッシャーに行きます。柏の選手4人で奪った、カウンター、マテウス・サビオから木下抜け出した、細谷が行く、小島が触ります。ここからのビルドアップもそう簡単には許しません。引っ掛けます、マテウス・サビオ、前が空くとちょっと危険だ、パスにした、白井が行った、入れてきました。真ん中ジエゴのヘッド、ファーサイド木下が先に体を入れます。サポートに行きます。6番の山田すぐ上げてきた、そらして小島が止めました。触りましたね、鋭い反応、小島良介、木下にボールが入った。さあマテウス・サビオ対藤原宗也です。逆サイドから細谷も行きます。マテウス・サビオパスにした、細谷収めた、右足、サビオから柔らかく真ん中入れてきました。こぼれ球、山田がトラップ。ここで前半終了のホイッスルです。新潟対柏の一戦は1対0でアウェーチーム柏がリードです。ボールの動かし方と渡し方というところは、まあ、引き続きトライはすると思うんですけど、どこにポイント持っていくかでしょうね、はい、さあ柏リードで始まります後半の45分の戦いです。エンド変わって左から右に攻めるのがアウェーチーム白のユニフォーム柏レイソル。高木が戻ります。マイケル・ジェームズ出ました、細谷マイナス、マテウス・サビオ、まだ柏ボール、柔らかく上げた。新潟は前節の東京ヴェルディ戦、この高木のコーナーキックから谷口の得点もありました。1点を追いかけます。ホームチーム新潟、ニアサイド弾き返したところ、島田が収めます。パスが通った、左足でいいボールが入ってきた、打った同点、新潟、千葉和彦のボレーシュート、今シーズン初出場ベテラン千葉が同点ゴールを決めました。そのあたりいつもと同じ戦い方を貫き通すことができるかヴィッセル神戸。前向きでいいプレーは小林選手はできるので、その形に持っていけるとどんどん厚みのある攻撃が出るんじゃないか。ヴィッセル神戸、大木原のキックオフで始まっています。本田のロングフィード、ターゲット大迫、弾き返す新野、中途半端な位置に立つっていうことが上手にできるので、はい、はっきり疲れる場所じゃないんで、宮代から大迫のシュートだー、先制点は神戸、エースが決めました。大木原右足
大迫、うん、競り勝つ、さあ菅野と1対1シュート、うん、枠は外れました。札幌の選手も後ろに多くなりますね。そうですね。ワンツーで宮代抜け出していく、高尾がつきます。いいプレーを見せてシュート、宮代2試合ぶりのゴールを決めました。ホームでの領域転換、もう1対1になってますもんね、はい、そして荻原カット、宮代スルーパスはカット、こぼれたところ、武藤かわしてシュート、大迫、武藤、宮代の揃い踏み、3対0。運んでから鈴木武蔵へのボール、カットした山川、そして中に出して大迫、ワンタッチスルーパス、武藤シュート、菅野なんとか弾きましたがコーナーキックです。ファーサイド、大迫ヘッド、そしてポジション取りのところ、岡村でしょうか、倒れ込んでいます。ブロック入ったんですかね、はい、スパチョーク、いいドリブルを見せた、そしてここに長谷川、中に入ってきている、あっとここはオンゴールか、クリアに行ったボールがオンゴールになっています。こういったスタートのポジションになっています。スパチョークのキックオフで始まっています。この位置に駒井、そして岡村、こういうタイミングって結構点が取れることが多いので、マンツーマンでつく札幌、さあ抜けてきたボール、ねじ込みました、最後宮代です。今日2ゴール目、今日2度目の領域展開。いやー、橋本さんおっしゃった通り、はい、そうなんですよね、これが流れがあるんですよね、やはりここで神戸はね、流れ持ってるんで今、まあ、あとはちょっと確認が入ってるんで、はい、ハンドかどうかですね、まあ、西野選手がこれが、まあ、違う、ね、コントロールからの、はい、うまかったですね、うまいですね、はい、ここで背負いながらですけど、はい、落ち着いて、小前選手の足当たってるんですね、はい、山口蛍、武藤、ワンツーで山口蛍アンダーラップしてボールをキープ、酒井豪徳、ワンタッチクロス、バーサイド、大迫待っていますが、その先だ、これはどういう配置になるか、そうですね、菅選手が一つ降りるのかですね、で原を左のウィングバックになるか、武藤、宮代に出ます、胸コントロールから前を向く、宮代からいいのシュート、菅野、神戸サポーターが湧いています。センターヘッド叩きつけました。最後大迫ヘッド、山川が決めました。ファーサイド、菊池のヘッド折り返してねじ込んだ、武藤だ、今日武藤2ゴール目。さあ菊池流子の最後会期祝いのようなゴールもありました。ここでファイナルホイッスルです。ヴィッセル神戸6対1見事な勝利を収めています。まあ、非常に土井選手がやるべきことってのは非常に今日多いと思います。はい、それから中村俊がベンチから外れて、レオ・ゴメスと上原がこれで一つ土井が縦に入れます。早めに背後、セカンドボール鈴木です。藤井は預けて後ろ回り込み、名古屋ワンタッチ、ノードが来た、スルーして着地、アイスキーパー島英二しのぎました。リカルド・グラスさん、そして松原です。早めのクロス、チャンス、ジャメイヘディング、
上原、松本、またスペースショット打ってきました。ボックスの外からの右足、マテウスペイショットです。ジャメイヤのパスです。ジャメイヤは182センチ、クロスボールを上げたチャンス、上村がいた。セカンドボール上原右足、ナイスキーパー、早川も見せます。回ってなんとか味方にっていうところで、ね、そこの無理聞きますからね。はい、チャブリッチ自分で打った。前線万能にこなすチャブリッチ。さあ名古がコーナーキックを入れます。ニアに藤井、奥からの折り返し、外は関川です。おっと、お、PK？ PK で3度 PK。 どうでしょうか。ちょうどこっちの角度だと、肩あたりのようにもね、少し見えますけども、はい、どうなんですかね。手に当たらないようにするっていうのはなかなか難しい状況のようには感じましたけどね。今 VAR 西村雄一審判員がですね、真ん中、鹿島の先制ゴールは PK。 2試合連発の鈴木優馬、いろんな意味で鈴木優馬選手のキャラクターないと。ジャメイン反転からの左足、ジャメイン両高校差を感じさせる反転からのフィニッシュ。松本が右前に抜けます。これで知念がついてきます。お、入れ替わった。松本が行く、松本の折り返し、はい、レオゴメス、もう一回レオゴメスでしたが枠をそれました。ゴーゴです。土井翔、また鈴木優馬、これで前半終了の笛です。33分、 PK 鈴木優馬、これで鹿島が1点リードしての折り返しです。さて今日の解説は元日本代表の永井雄一郎さんですが、永井さん、はい、大岩監督率いる代表チームは、アジア予選に臨むことになっています。さあリカルド・グラッサが後方から斜めに長い球を配ります。左足、上原のクロス、ヘディング、際どい、松本、松本ノーノーを剥がした、自分で来た、古川打つ、個人技を見せました古川。キーパーの手前、飛び込んできた上原、鈴木海斗パス、あ、チャンスの突然残した右足、上原ナイスキーパー、決定機決まった、決定機、少し早川、安西は収めたところで試合終了の笛が鳴りました。鈴木優馬の PK の1点。やっぱりそうするとこの岩尾と伊藤というのはすごく重要になるかなという気がしますよね、はい、あとウイングにボールが入ればチャンス、反対のチャンスも増えると思いますので、うん、やっぱり3点取られたことが相当悔しかったんですよね、うん、きっと、まあ、そういう意味でもね、ちょっと後ろは手こ入れはしてるかな。実力はありながら今シーズンスタートは満足いってない中で、今日のゲームは大事な一戦になります。今前半が始まりました。前半左エンド、右に進めていくのがホーム浦和レッズ。2枚で前田を見ます福岡、前田から中、逆サイド大久保、渡辺が回る、渡辺切り返した、中へ送る、ヘディング、決定機でした、チアゴサンタナ。
チアゴ・サンタナ中央でボールを収めます。前に行きます。チアゴ・サンタナ左足シュート、中央から一人で打開をしましたチアゴ・サンタナ。ここは狙っていた今野から、もう一度今野にボールが入ります。今野めぐってきます。切り返した今野のシュート、西川です。シャハブ・ザヘリ前を向きます。左足シュート、味方も2人しかいなかったので、まあ、これが1回引っかかったかなと思いましたけど、まあ、自分のところに来て多分シュートしかないんですよね。グスタフソンに対して岩崎が行きました。さあスイッチが入るアビスパ福岡、右に今野、左ザヒリ、右今野だ、ダイレクト、ちょっと浮かなかったですかね。少し佐藤が持ち出してグスタフソン、今大久保と前田が同じような動きしましたよ。はい、中フリック、こぼれた、大久保だ、大久保キーパー長石です。グスタフソンから左、渡辺亮が残します。グスタフソン、ミドルシュート、リフレクトしましたが長石反応しました。前半が終わりました。前半0対1アビスパリードということになりましたが、水沼さん前半どう振り返りますか。立ち上がり列の方がチャンスを作ったシーンが結構ありましたね、まあ、特に後半が始まりました。エンド変わって右から左、浦和レッズ、左から右アビスパ福岡です。まずは渡辺龍馬が長いボールを送ります。ルーズボール、伊藤敦樹、いやー素晴らしい、でもここ潰さないと、ね、いけないんですけど、これは素晴らしい。シアゴサンタナ、大畑、失礼、渡辺龍馬です。ですね、ビッグチャンスでした。酒井、クロスボール、ファーサイド流れていった、まあ、このボールも素晴らしかったですけどね。佐藤からいいボールが入りました。岩尾です。そして岩尾は右のスペース、これがつながりました。前田直樹仕掛ける、中入ってきた、左足、ハンドをアピールしてますか。 PK です。井上のハンドという判定。決めました、チアゴ・サンタナ。岩尾が蹴ります。ヘディングスラッシャー、クロスバー拾います、チアゴ・サンタナ。中野翔也折り返す、ヘディングシュートって感じがしましたよ。ここの仕掛けのところで前田とワンツーみたいなのやったんですけど、大畑歩、内側中島、その奥中島、中島決定機でしたが、ここも長石ストップ。いやナイスセーブですけど、この上から長いボール、ウェリントンターゲット、酒井宏樹セカンドボール拾った、シュートだー、西川キーパーは前に出ています。そしてゲームが終わりました。2対1。そこからショートカウンター、相手コートでプレーする中でセットプレーも含めてゴールを奪うという狙いがあると思いますね。まあ、その縦パスという点では前節はなかなかこ うまくいかなかったですかね。そうですね、前節もそうですし、その前もそうですし、そのが前半スタート、まずは展開した町田です。さあまたしてもロングスローの構えです。林のボール、これも中央へ、ボレーシュート、ヘディング、先制町田、前半5分です。ホームの町田先制です。
して先制に成功しました。まあ、ロングスロー林からですよね。これ1回クリアして川原右足で上げる中央ヘリング飛び込んできた。谷のロングボール藤尾落としたボールシュート、ナイスキーパー拾い直して後ろから先キーパーまで藤尾が行きます。いいですね、ここで受けられるのもいいですね、はい、川原が運びながら来て、ああナイスプレー、北間マルセロキアン、マルセロキアン越す、同点に追いつきました。マルセロキアン縦パスからフィニッシュ、マルセロキアン今シーズン2ゴール目、一つ縦への狙いが出ました。コスらしさが出ましたね。ここでまずギャップで受けた、これ菊池だと思いますけど、芝戸を広げて右サイド平川、中で薄く呼んでいる平川、運んでシュート、平川キーパー正面です。今前半終了です。1対1同点で試合を折り返します。さあ後半です。後半は右エンド鳥栖、左エンド町田、まず鳥栖が長いボールを送ります。さあ中盤でカットです。川原から菊池左足のシュート、距離はありましたが足を振りました。 いいですね菊池、中央へ川原横につないでカットした。さあ奪った平川パスを選択、詰めた、最後は大セーフ、町田勝ち越し。後半開始9分、またしても町田一歩前に出ます。オセフンは加入後初ゴール、奪ってからの速い攻撃、またしても町田の良さの出たゴールです。おっしゃる通りですね。で少し相手をかわしてクロスボール逆サイドへ、平川が収めてチャンミンギを追い越しましたが、平川クロスヘリングシュート、見上げました。またしてもオセフン後半に入って連続ゴール、3対1、今度は得意のヘッドです。クロスに宮部合わせました。そうすると相当深い位置からこうプレッシャーかけて相手のゴールに迫る。さあ裏で藤尾倒れた。今のプレーに対してホイッスル、イエローカードです。これも背後ですね、あの長いボールチャンピングからですけど、今度はボックスの角ではなくてスライドした背後のところを狙った、もうコース取れてますから、まあ、ボックスに侵入したところが特に良かったですね。対応したのは山崎でしたがファールで PK 現状です。山崎も相当走らされてますんで4点目が入ります。ピクイビュー藤尾を転がして、あーっと枠を外しました。直接狙ってきました。ここで長いホイッスル、試合終了。3対1町田4連勝、そして首位いないっていうのはちょっと痛いでしょうね。これは痛いですね、はい、ただまあ遠野選手が帰ってきてくれてますし、はい、誰がいるいないということを抜きにしても福田さん、やっぱりタレントはいますよね。いますね、はつらつとプレーするような形になっていいコンビネーションも生まれましたし、はいはい、動ける場所が増えたんでね、はい、非常に中に入ったり縦に行ったりと。さあリーグ戦通算43回目の玉川クラシコ、その幕が上がりました。三浦折り返しが来ました、とポストこぼれ球シュートだ、マキタカついてましたね、キャプテンが詰めました。玉川クラシコ川崎先生、
今シーズン先制したんですが逆転負け、今日は2試合連続の先制ゴールです。瀬古、瀬古が打った、得意のミドル左足でした。あ、小泉狙われます。こういうところですね、 さっき言ったのは立花だ。スルーパス、瀬古が来た、瀬古だ、わずかに左。変化をつけた松木、松木シュート、オフサイドフラッグは上がりませんでした。最後松木が飛び込んでいました。ここで前半終了の笛です。1対0ホームチームフロンターレ、脇坂のゴールで先手を取りました。2000年昇格した時は、まあ、一緒に昇格しましたけどね。なるほど、歴史を重ねてリーグ戦では43回目の対戦となった両チーム。後半のスタートです。高井の縦パス、セカンドボール遠野、サポート三浦、三浦ちょっともちろん、これはエリソンオフサイドでしょう。ただフラッグはまだ上がっていません。エリソン行く、エリソンが来た、オフサイドだけど強いですよ、ものともしてないですからね。最後はフィニッシュのところも中西さん全然こう体幹ぶれなかったですね。結構ぶつかられた後ってそのフィニッシュに行くまで時間がかかると、はい、まあ、疲れてしまったりして、バランス崩れることがあるんですけど、はい、それはまるでないです、ね。はい、腕の使い方がうまいです ね、 ですね、相手の前に、ね、丁寧に広げました。家長です。外を回ったのは瀬川、瀬川入れます、遠野、もう一度遠野、遠野、背後にエリソンが出てくる、いいボール、エリソン、かわした、エリソン、これはノーファウル、いやいやいや、ファウルですよね、そしたらレッド、退場です。飛び出した旗の、この遠野のボールのクオリティ高さですね。高さ出すことによって時間を稼いで間に合うボールにしたっていう、足がかかったんですね。これでも旗のは出ますね。そうですね、まあしょうがないですね、これはね、エリソンが先に触って入れ替わってますからね。まあ、一発レッドかどうかなので VAR チェックが入ります。連続ゴールは途切れることになりましたが十分な存在感でした、エリソン。まあ、ゴールは奪えなかったんですけど貢献度はかなり高かったと思います。そうですね、高い、いや、いいボール、動き直した山田、ただ拾うのは山内、変わった2人です。山内、山内かわす、山内折り返す、山田だ、途中出場の2人で取りました。2対0、玉川クラシコフロンターレに追加点。山内の仕掛けたところですね、はい、そんな決意を語っておりました。瀬古、立花だ、立花だ、働き続けた8番に最後はチャンスが来ました。仕留めた立花だ、玉川クラシコさん立ってくれればフロンターレとしてはこの上ないと思うんですよね。今シーズン最初の玉川クラシコに対して永井がアンカーを捕まえる 3-4-1-2、はい、でプレーするのかなと思います。はい、ね、だと思います、まあ、渡辺が木田の横に立って4-2-3-1も、まあ、試合の中で変える時ありますね、うん、はい、もしかしたらグランパスの方は 3-4-2-1 じゃなくて 5-3-2 かもしれないですね、はいはい、さあゲームがスタートをしました。左にエンド、赤いシャツがホームの名古屋グランパス、そして右から左と攻めていきます、白いシャツに、さあそして山岸から長井、長井が持っていく、長井から山岸に出る、山岸もう一度長井へ、長井トップで落とし込まれている、ナイスキーパー、そしてまた山岸のシュート、これもブロックです、白坂のセーブになります。まあ、ワンツーの今のアイデア良かったですし、長井は胸トラップで落とす、落とす、ヘディング
シュート、山口のヘッドでした。落とそうとしたんですけど自分で行ってもよかったですよね。なるほど、はいはい。さあここは米本が持っていきながら、長いスピードがある、裏抜ける、長いが持っていく、キーパーと1対1、ここからシュートだ、ナイスキーパー、白坂のセーブです。前に運ぶ渡辺浩太から、うん、ちょっとこれ引っかかってしまいました、稲垣のカットです。しかしまたここでマイボールになって、加藤蓮からアンデルソン・ロペスに当てる、そして右の水沼を使う、水沼からのクロス、ゴールキーパー触った、縦に送っていきます。そしてウーベルから長藤からのボール、上島のボレーでしたが、ここで前半終了の笛が吹かれます。後半はホームの名古屋のボールで今スタートをします。後半右にエンド、赤いシャツ、ホームの名古屋グランパス、左から右へと攻めていきます。ワンタッチで中、エンデルソン・ロペスシュートですが、ブロック、吉田のブロックです。そしてエベル、これもブロック、そしてさらには長藤が来た。何度も何度も耐えていた名古屋でしたが、最終的には長藤が打ち破りました。先制は横浜 F マリノスです。さあそしてこの山中のキック、彼のキックの影響がありますからね、はい。さあその山中、面白いボールを振っていく、キーパーとディフェンスの間、最終的には一番ファーの川面でしたけれども、早速見せてくれましたね。そうですね、メンバー交代できずというようになっています。はい、10人ですか。そうですね、今1人少ないような状況です。さあここ吉田から長いボールが抜けてプレーペー、森島、これはキュエル監督怒ってます。一人少ない、その F マリノス常識つきました。森島見事なループ、同点に追いついた名古屋グランパスです。素晴らしい配球とループでしたけど、マリノス側が怒るのも分かりますよね。なぜ交代できなかったんですかね。ここは吉田ですかね、背後、はい、うまくランニング森島しましたし、でここ簡単じゃないですよ、はい、ゴールキーパーがこう出てくるのもある程度見えてると思うんですけど、これはもう技術高い選手じゃないとできない、うん、スーパーループですね、はい、うん、いやーこれそれもインサイドで合わせてますからね。得るものっていうのはたくさんあると思いますし、はい、帰ってきてどうチームに還元していくかっていうのも非常にこう破壊力ありそうですね。そうですね、やっぱ運の呼吸があると思いますね、はい、動き出してどうゴールに結びつくかっていうのが楽しみなゲームになると思いますね、それから2列目3列目の池田、田中聡というところも笛を吹きました。前半の45分スタートです。ゆっくりと西尾に下げて、その西尾が長いボールを蹴りました。マイクマからレオセアラ、うまく股抜き、奥野の仕掛け、左足で打ってきた、奥野の左足です。大岩から鈴木優斗です。左足で縦へ出しました。ルキアン胸でトラップ、ルキアン足元しがっていますがシュートを打ちました。斜め前で鈴木明人は足元欲しがっていました。
さあ鈴木明人です。平岡がルキアンが来て横から平岡、そして杉岡、もう一度前に出す、崩したように見えましたが最後ルキアン枠には行きませんでした。さあここに杉岡いました。田中聡からここでクロスボールが入ります。拾って杉岡のクロスボール、ヘディングシュート、触ったか、キム・ジンヒョン、ルキアンのヘディングシュート、キム・ジンヒョン外します。船木へ、今度は縦一本、マイクマが中にいる、マイクマトラップ、クラウエラがシュート、ソンボブ軍、今度はソンボブ軍のファインセーブでした。ここも田中を狙ったか、ソンボブ軍が取りました。前半0対0でタイムアウトです。後半の45分スタートです。鈴木明人、下げてキム・ミンテ、キム・ミンテ、平岡からのパス、ルキアン戻して、杉岡、さあ中2人手を挙げているが鈴木優斗、鈴木優斗、これもビッグチャンスでした。リトールウェイド、精度ですよ ね素晴らしいと思います。船木選手も相手のゾーンの間に入ってくるところで、やっぱ湘南しましたゾーンで守っていますので、マークをつかずに自分たちのポジショニングを守るところで、しっかりこの間に入ってくる、そしてこのコーナーキックのクロスの精度ですよね。すごく、レオセアラ、カピシャーバ、クロス入れる、さらに2人いる、ヘディング、ゴール前、レオセアラ、しかしこれはよく抑えました。阿部のところ、阿部のシュート、キム・ジンヒョンの正面でした。リトールブエドに代わってきたのです。フォワード登録ですが、今年は鈴木優斗選手もユーティリティですよね。本当どこでもできます。そうですね。バウンドした、うまく前へ入った、そのままシュート、途中出場で入った北野、なんと今シーズン初出場で初ゴール、大きな2点目、自慢のスピードを生かしました北野。いや、北野選手これファーストタッチじゃないのかってぐらい、はい、もうこれしっかりとレオセアラ選手、近いところレオセアラが行きました。いいボールから田中でした。そして北野、そこで余裕を持って股抜きして進んできますからね。そしてここで笛、2対0、セレッソ大阪2試合連続の完封勝利で3連勝。